はい、どうも。今回はね、まぁちょっと、本当にもうひどすぎたんで、動画撮ろうと思うんだけど、さあな、まずこの画像見てほしい。この戦績。はい。まぁね、ボコられたと。うん、ボコボコ。もう、見てみ？ほら。あ。で、まぁこれはね、しょうがないわ。しょうがないっていうか、まあ、まあ、次パーティー、パーティー強えなーって思ったんだけど、この上3人の ID、よく覚えてて、上3人、これ。42レベル、32レベル、あとプレマスの114。レベルの ID、覚えててほしいんだけど、じゃあ次の画像いきます。はい。まあ、これね、試合終わってロビー戻った後、パーティーじゃなかったんだよね。全員ノラだった、ロビー。一人もパーティーいなかった。は？って思って。なあ、マジで。おふざけんなよ。スレッジハンマー。いや、外事ハンマー、マジで。何これ。おかしくね？振り分け。な、強さの振り分け。え、パーティーならわかるよ、敵。ね。いや、ノラじゃん、全員。全員ノラじゃん。おふざけんな、マジで。なあ。これおかしいわ。いやー待って、俺毎回スキルマッチスキルマッチ言ってるけど、これ絶対スキルマッチあんだろう。公式はないとかほざいてるらしいけど、あるわ。ある。確定。で、この次の試合、もう一回やったんだよ。次の試合。まさかと思ってた。はい、次の試合動画いきます。はい。で、次ね。次の試合来たんだけど。はい。敵。3人。また、敵です。42レベル、32レベル、114レベル。3人、また敵行きました。いや、肩。いや、マジふざけんな。マジでふざけんな、これ。スキルマッチでしょ、これ。完全に。まあ、知らない人のためにスキルマッチって何かという、教えておくと、ですね、AW の頃にもあったんだけど、この会社、スレッジハンマー、AW とわらわら2を作った会社、この会社のね、作品にあるんだけど、スキルマッチって、戦績でね、チームの振り分けが決まる。俺、戦績た、高いっちゃ高いんだよ。2.5 の SPM400。この赤でやると、こいつ強いし、じゃあ敵に強いのを押し付けて、こいつ強いから、こいつにね、弱いのを押し付けようってなるわけ。ロビーでもう。無理だわ。無理。こんな仕打ち、なんなんこれ。強いやつと戦えて、羨ましいとか、思ってるやついるかもしんないけど、いや、違うよ、これ。俺さ、もう楽しくやりたくてさ、強くなったのにさ、こんな味方雑魚押し付けられてさ、で、敵に強いの固まってさ、楽しいわけねえじゃん。何この仕打ち。俺、ボツから始めてね、ボツから始めて、で、強くなりたくて、楽しいから、強くなったら、で、強くなって、わらわら2で強くなって、ね。で、これ。この仕打ち。ふざけんな。ふざけんな、マジで。ボツの頃はスキルマッチなかったよ。もう無理だわ。いや、これね、ザコにはわかんないよ、ザコには。ザコにはわからん。ザコはもう、レクジナフシロナフシロ言ってっけど、レクジよりスキルマッチだから、レクジなんかどうでもいいわ、もう、正直。これスキルマッチさえ直して、本当に。ノラじゃきつい。動画撮るとき大体ノラなんだけど、これ直してくんね。一回ね、もう俺の赤でやってほしいわ。みんなに。俺のこの赤でやってほしいわ。もう絶対勝てねえから。もう絶対勝てない、これは。いや、おかしいでしょ、これ。2試合連続は。もうね、何回も経験してるんだけど、こういうこと。そうだな。俺、1試合目の始まる前さ、携帯いじってて見てなかったよね。見てなかったんだよね、ロビー。で、敵、なんか、
レベル高いなと思って。うん。で、始まったら、いや、ボコボコですよ。あれ？あ、これ。あ、しまった。敵、パーティーかーと思って。うわ、パーティーか、敵。見てなかったわ。って、思って、あ、で、ロビー戻ってみたら、あれ？あれ？全員ノラじゃん。うん。全員ノラ。パーティー一人もいなかったんだよね、あのロビーに。いや、怖いんだけど。怖い怖い怖い。俺もう、心霊番組とか幽霊よりね、全然怖いよ、スキルマッチの方が。マジで怖い。ゾクッとしたもん。あれ？全員ノラ？あれ？全員ノラこれ？と思って。ああ。で、シップメント。もう普通ならこんなクソロビー抜けんだけど、いつも。うん。普通なら抜けんだけど、でもまあ、ドミネ今、100ポイントのドミネ行ってんだよね。追加された。で、それでね、ドミネの100ポイント行って、ああ、ここシップメント来るの珍しいなと思って。うん。ドミネの100ポイントのシップメントやったことないからやるか。もうしょうがないけど、さすがにね、さすがに次はばらけんだろって思って。うん。で、2試合目やったら、もう固まったんだよ。敵が。また同じやつ、3人。いや、マジでふざけんな。もうもう、あるだろこれスキルマッチな。いや、あるだろ、いや、これ言い訳にしていいわ。本当に。言い訳にしていい、これもうひどすぎる。もう運営にいじめられてる俺。もうマジでいじめだよこれ。集団。もう集団でいじめられてる俺。リンチされてるもん、運営に。はぁ。いやもうね、まあ俺以外の猛者、うん、成績高い人、もうね、苦しんでると思うこれ。いや、マジでひどいわ。これが1、2回ならいいんだけどさ、いや毎回だから。うん。全部のロビーで毎回あるから。いやぁ。本当にマジで、どういうこと？味方にもプレマス今いるんだけどさ、弱いし、このプレマス。敵のプレマスは強くて、こっちのプレマス弱いからな。まあ成績見れば分かると思うんだけど、こっちのプレマス、まあ19キロ20ですと、敵のプレマス34キロ25。いやだから、俺が一番キルしてるしさ、3キャプチャーしてるしさ、他の連中も1とか、20キルとか。おい、おふざけんな。勝てねえわ。勝てない勝てないこんな。勝てない勝てない。20キルどころじゃなかったな。10キルだったな、俺。一人29キルけど、他15キルとかだわ。なんでこんな押し付けられて勝てるわけねえだろ。これでさらされたらたまったもんじゃないね。バーミリのザコとか言って、これで負けてさらされたらマジでたまったもんじゃねえわ。勝って当たり前だろ、そんな。いや、正直ね、もう、アカウント変えるかもしんない。うん。わざと。新しいアカウント作っても戦績、弱くして、まあ、変えるかもしれません。うん、これマジ検討してる。ひどすぎるわ。うん。パーティー組めばいいじゃんとかじゃないんだよね。うん、俺動画撮るとき野良だからさ。うん、投稿者は辛いんだよ。まあ正直、わらわら2、まあ、レクイジ直せば神ゲーとかね、言われてるけど、いやー、クソゲーだよ。いやもう、スキルマッチの方が大切だから、レクイジより。いやもう、レクイジ、もう、どうでもいい。もうレクイジもどうでもいいっすよ、もう。はい。もう、レクイジはね、まあ、レクイジはみんな使えるから、言うても。みんな使える。でも、スキルマッチは、俺だけ。あ、俺だけなんか、いじめられてんの、運営に。そんな騒がないよね。うん。CUD って、モサよりさ、もうザコの方が多いじゃん。ザコはこの苦しさわかんないわけよ。スキルマッチ、もう発動しないから。味方に強い人が来るから。でも、正直もう、俺にとっては、陸自よりスキルマッチ。で、それは、ザコが騒がないっていうか、まあ、多くの人がスキルマッチを経験してないわけだから、騒がないじゃん、そんな。スキルマッチクソみたいな。ああ、だから、みんな騒がないから、修正されないんだよね。されないわ。一部の人しかもう苦しみを知らないわけだから。一部の人が、まあ、ワーワー言ったって無理なわけだから。この動画はね、本当に愚痴の動画。マジでイラつく、これ。もう、まあ、敵にイラついてるわけじゃないよ。うん。運営。おかしいでしょ。ノラじゃん、全員。敵になんで固まんの？死ね？おい、はぁって感じなんだけど。死ね？本当に。スレッチハンマー。いやー、お前二度と COD 作んな。ああ。二度と作んな、マジで。まあ、俺がよく見てた AW 実況者がね、スイッチハンマー二度と
COD 作んなって AW の頃言ってたんだけど、今度はもう俺がやらせてもらうわ。うん、もう一回言うぞ。あの、二度と作んな、スルちゃん。まあ、二度と。あの、地上戦でここまでクソゲーさ、作れるってどういうことよ。普通空中戦の後の地上戦じゃん。みんな空中戦嫌だって言ってて。でね、でやっと地上戦来た、よし、神ゲーだって思ったらこれ。マジで作んなよ、もうスルちゃん。まあ、うん、あの、3年に1回でいい、COD は。BO シリーズだけ出せ。あ、で、この動画見てね、もう、何言ってんのこいつって思ってる人いるかもしんないけど。いやね、これ、この苦しみは本当に強くなんないとわかんない。今作から始めたとか、まだ強くなってない人とかはね、逆にラッキーかもしんない、これは。俺もう、強くなってこれだよ。強くなったらこれだから。BO2 の頃、オービタルとか回されてね、敵に。弱いから俺。で、ああ、敵楽しそうだな。強くなったろって思って。強くなれば、まあ、こんな苦しい思いしなくて済むし。で、敵をね、めっちゃ枯れて、ああ、めっちゃ楽しそうだなって、ああ、思ってね、強くなったんだけど、楽しくなるために強くなったんだけど、いや、強くなっても枯られるやんけ。おい。雑魚押し付けられて枯られるやんけ、これ。ザコが狩られたストリークで俺が狩られるんだよ。まあ、COD やるんだけどね。うん。このプロクス言いながらも。まあ俺は実況者だから、まあ俺の、動画ね、楽しみに待ってくれてる人のためにあげるんだけどさ。いやー。俺、過去作戻る気はないから。うん。だから最新作のこのゲーム一応やります。でも、スキルマッチもレクイジもどっちもナーフしないって、どういうこと？うん。俺スキルマッチの方が、ちょっと勘弁してほしいね、これ。本当に勘弁してほしい。ノラでね、投稿するの本当に辛いわ。本当に辛い。いや、俺もう、ロビーで判断できないからね。あ、これ全員パーティーいないから、全員ノラだから、そんな、ボコされることはないだろう。いい試合できんだろうって思っても、そんな関係ねえから、スイッチャーマンは。押し付けてくっから俺に。いじめだからね、これ。うん。いじめられてんだよ、俺。まあ、この動画、試合負けるけどさ。ネタバレすると負けるんだけど、こんな。いやー。きついわ。きつい。ほら。いじめられてんもん、これ。うん。見てこれ、ほら。ああ、ほら。いじめられてんの？どういうこと？うん。敵全員、このロビー全員の裏でさ、こんなリスキルされることある？こんなリスキルある？こんな全取りされて。敵がパーティーならわかるけど、全員の裏で。試合終わったな。はい。で、敵見てほしいんだけどさ。俺、一応、まあ。90キルしたんだけど、敵見てほしいんだけど、また強いやつ入ってきたね、敵。うん、敵の1位と敵の3位さっきいなかったよな。また強いやつ敵に入ってきたかな。いや、こっちくれよ、こっちよこせ、負けてんだから。じゃあもう終わります。ええ、今日は愚痴動画でした。はい、これがね COD の闇です。はい、お疲れ様でした。